カイネちゃんと角鎧が船に乗り込んできた時は驚いたぜ。二人とも一筋縄じゃいかねえからな。ごめんね、みんな。ちょっと自分でも信じらんないわ。いつの間にか、はめられてるなんて。ああ、仲間に刃を向けた後悔は、なかなか晴れるものではないな。カタリナも、もう落ち込まないで。悪いのは、教育とエクシアですから。 ところで、ここは敵さんの本拠地だ。エクシアはそこら中にいるぜ。いいじゃん。決戦前の準備運動にはちょうど良さそうね。あんな絡めてさえ食らわなければ負ける理由はない。アルベスの槍よ、我らが心情を示し貫くための牙となれ。 行くよ、アルベス！プロミネンスダイブ！
지 同じ手は二度と食わないってのゼータさん、すごいです。赤い姉ちゃんはもちろんだけどよ、やっぱすげえよな、その槍もよ。私はこのアルベスの槍の契約者だからね。一人でだって、これまでこいつと一緒に何度も聖少獣と戦ってきたんだから。でも、その力を小細工で利用されるとはね。敵に回すと厄介だった分、味方に戻った今はとても心強い。私、こういう陰険な手を使うやつ本当嫌いだわ。絶対後悔させてやる。ずいぶんカッカしてるみたいだが、ここぞって時にはちゃんと冷静でいてくれよ。見くびらないで。ベルゼバブとかいう野郎はとにかくぶちのめす。世界がヤバいんだもんね。私たちの力でなんとかできるならやってやりましょう。そうだな、絶対負けられねえぜ。行きましょう。この先からとてもいびつでまがまがしい気配を感じます。上等、気合い入れていくわよ。このふざけた状況終わらせないとね。